はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールですね。サントリーのね、モルツが新しくなったので、というか新しくなったっていうか、ね、そんな感じです。モルフザドラフト。これは瓶だけですね。500ml 瓶と 633ml 瓶。と、あと、樽生だけです。もともとあったモルツの瓶のやつだけ、これに変更になったらしいですね。なんか、粒入り麦芽 100%、天然水仕込み、アルコール度数度、5%、と書いてあります。まあ、値段はまあ普通の大瓶の300円ぐらいです。俺これ、普通のモルツだと思って、ね、今日、大瓶の20本、ワンケースで買ってきちゃって。で、見たら、あれ?と思って、中身違うじゃんと思って。そしたら、これになったみたいですね。麦 100% の旨味と、爽快な喉越し。原材料が麦芽とホップですね。100%。麦芽 100% ビール。ということに。なってますね。はい。じゃあ、こちらね。飲んでいきたいと思いまーす。もともと、ただのモルツのね、大瓶がうまかったんで、うん。ね、あれ、今日、ね、本当は買おうかなと思って。買うかと思って買ったら、違うんだもん。このモルツザ、いや、もともと、のモルツも一応あるみたいです。缶のやつはね。缶のやつは現存するんですが、うん。ね。モルツの缶だけは普通のやつ。瓶がこちらに変更と。サントリーの、サイトに見るとですね、ニューと書いてあって、家じゃ飲めないビール、始まると。お店の食事に合わせて専用開発となってます。そんじゃ、乾杯。お店の食事に合わせて専用開発したビールですと書いてありますね。お店での美味しさを追求し、食事と一緒に飲み進めるのに適した旨味と爽快な喉越しを実現しました。これは、軽いですね。モルツよか、普通のモルツよか、コクがなくなった感じが。参ったな、俺これ。これワンケース買ったんだけどな。確実に失敗だな、これ。マジかよ。普通のモルツが欲しかったのにさ、もう売ってないんだもん。参った、しくった。完全にしくった。まあ、まずいってほどまずくはないですけど、少なくともうまくはないですね。だいぶ、普通のモルツよかかなりっていうか、まあ、薄くなってるね。味がね。味がなんか薄くなって、コクがなくなってる。粒入りバグは 100% 使用。モルツザドラフトには、コク粒の大きさが均一で、でんぷんが多く含まれる良質な、二条大麦を厳選して使用しています。天然水 100% 仕込み。で、こだわりの製法。当社独自技術 HHS 製法だって。高温で高圧で、
蒸気。高温高圧蒸気。あ、そうです。あと、デコクション製法。となってます。ね。これはちょっと、モルツよか、普通のモルツよか全然、コクがなくなってるな。まあ結局そういうことなんでしょうね。何かを食いながら飲むのに適してるって書いてあるから。まあその結果、なんでしょうね。なんか、食事の味を殺さないように、ね、そんな感じの、ね、あ、残念ですね。大瓶で、モルツ飲みたかったなぁ。モルツ。モルツ樽瓶終了のお知らせだって。なんだよ。もう、なんだよ。マジか。なんか、モルツ。これはあれだな。薄い。薄い。味が薄い。これはあれだな。サントリーも、落ちたもんだな。店で飲むためにとか、なんかわけわからんね、こと言うとるけど。結局のところ、コクを減らして、しかもあんまり別にコク減らしただけで、ね、ラガーみたいに苦味も大してないし、ね、結局、なんか薄っぺらい味になったな。ものすごく。一番絞りっぽいかな。まあでも一番絞りよかはちょっとはコクありそうだけど。正直。面白くない。ビールの味として。コクもないし、香りも大してないし。香りもないわ。キレも、キレはあるのか。なんか旨味も感じられない気がするな、これな。これダメだ、これ。このタイミングでか。このタイミングで、モルツの、これの瓶を買ってしまった。しかも1ケース。なんということだ。参ったな。正直前、ワンケース、キリンのクラシックラガー買ったんですけど、やっぱりね、クラシックラガーはね、缶の方がうまいんさ、やっぱり。だから、今回はラガーにしようか、モルツにしようか迷ったんですけど、ね、やっぱラガーがかな。キリンラガーが、瓶のビールの中で一番うまいかな。
個人的にやっぱり、基本的にやっぱ缶が美味しいです。ビールはね。瓶であんまり。ラガーもやっぱね、普通に瓶よか缶の方が美味しいですしね。正直言って、微妙。瓶ビールは基本微妙ですね。まあ値段が安いというだけ。量的に見て値段が安いというだけですね。もうそれ以外はほとんど。ね、安いですよね。瓶はね。瓶ビールは。安いのが、いいかな。やっぱり。瓶は、ほら。一瓶。5円高で売れるでしょ。で、あと、あの、ケース。黄色いケースも売れますか。あれ200円ぐらいで売れるんだよね。やっぱり、面白くないね、この味はね。なんていうか、どうせならここまで来るんだったら、ね、もうコロナとか、コロナエキストラみたいな、アメリカンビール的な感じでね、もう完全にそっち系に、キレと喉越しとかを採用してもらいたかったですけどね。これじゃもう、なんか、ちょっとひどいですね。なんか瓶をコップにしてる人いますね。コロナとか。まあ、確かに瓶、俺も瓶のさ、あのほら、はい、ね、ハートランド。ハートランドの瓶かっこいいからさ、これコップにしたいなと思うんだけどね。これ半分に切ってさ、ハートランドビールのさ、緑色のやつ、コップ作りたいよな。ただね、ちょっと作りが、作るのあれだしね。危ないよね。でもハートランドビールはほら、すげえそういうのには向いてるよ。
だってほら、シールとかで貼られてないわけだからね。ハートランドは基本的にラベルとかがないからね。掘られてるやつだから。かなりかっこよくできると思いますけどね。うん。ハートランドビールはかっこいいよな。ああ、ダメだ。美味しくない。正直言って美味しくない。これ多分、モルツザドラフト、同じく飲んだ人。で、まずいっていう人結構いると思うけどな。まあこれはもうね、正直ひどいと思いますよ。これはさすがに、さすがにちょっとひどいと思うね。多分2ちゃんのスレとかでもすげえまずーみたいな書いてあるんじゃねえの、もしかして。多分あった、ビール系のすれて書いてねえかな。あれ、あ、ないわ。ダメー、なかった。まあいいや。まあこれはまずいです。これ買う価値なし。まあわざわざ買うっていう人は気をつけた方がいいです。モルツのね、瓶はもうなくなったっていうことで。うん。まあ実験にね、一本買ってみるのもいいと思いますが。ね、これはもうね、なんか第3のビールに似た味がするような気がする。俺の中だと。うん。これダメだ。まずい。まずいっていうか、まあ、まずいはまずい。まずい。これはまずい。さすがチョントリー。むちゃくちゃなことやっとりのけるな。まあ、これで間違いなくこのモルツは売れなくなるのは、まあ、ほぼ間違いないでしょうね。これはもう怒りを込めて一部一星にしてやってもいいんだけどな。
三つ星にするか。怒りを込めて。俺の金返せ。俺の、モルツを買おうと思った金を返せ。バカタレ。全部こんなクソまずいやつになっちゃないかな。もう。やだー。まだあと19本もこれあるのに。どうやって消費しようかな、これ。参ったな。コク2の甘み3で、香りが2の1星です。クソ。死ね。もう、チョントリ死ねよ。はい。もうこれはまずい。ご視聴ありがとうございました。